クロマムコ Z2 の広告 Z-2 は1970年代半ばから後半にかけて市場に導入されたクロメンコ製の一連のマイクロコンピュータである。これらはジラグ Z80 プロセッサを搭載した S-100 バスマシンであり、通常は CP-M オペレーティングシステム上で動作する。もともとは商業市場とコンピューター愛好家市場の両方に対応するために 組み立て済み、またはキットの形で販売された。その後、マシンは工場で組み立てられた状態でのみ、入手可能になった。マシンは、その速度、構成可能性、耐久性、及び信頼性によって広くから、敬意を集めた。Z- には、1977年に導入された Z80 ベースのマイクロコンピュータシステムである。 キット形式の Z-2 には GPKZ80CPU カード、S-100 バスマザーボード、総金属、ラックマウントシャーシとダストケース、カードソケットとカードガイドが、セットが含まれていた。組み立て済み形式には、ソケットとカードガイドの完全なセット、冷却ファンが含まれていた。Z-2 シリーズは、最大十一枚の s 1ボードに対応しており、 黒面古車製の任意のボードで構成できた。Z- には 450W の大容量電源と重厚な金属製の筐体で強固な印象を与えた。TUR と4回 DC フロッピーディスクコントローラー1枚以上の16クズラムカード1個もフロッピーディスクドライブを追加して基本的なシステムを形成した。 Z-2 の特徴的な機能は CPU の速度をスイッチで選択できることで250または500ナノ秒のサイクルタイムが選択可能であった。GP の速度は 4MHz であるが一般的には 2MHz 以下であり他のメーカーのボードではもっと遅い速度が必要になる場合があった。Z-2 に搭載された GP カードは最大6 4イトのラムを アドレス指定できた。しかし、十六 k g のメモリカードは六十四キロバイトずつ八バンクのバンク切り替えに対応していた。十六 k g を使用する場合、z 二の最大ラムは S-100 スロットの空き容量によって制限されていた。十六 k g カードで十六スロットを使用した場合、各六十四キロバイト四バンク、合計二百五十六キロバイトのラムが、 使用可能となった。周辺機器、ディスクドライブ、i、o インターフェースを制御するカード用には、さらに、S、S-100 スロットが必要であった。プロセッサとの通信は、通常、TUR と、または、その他の S-100 バス互換のインターフェースカードを、介して、CRT ターミナル、またはテレタイプで行われた。クロマムコ Z2D コンピュータは、 Z80 ベースのマイクロコンピュータシステムで Z-2 とは異なり、Z-2 シャーシに1台、または2台のワンココ、ディスクドライブ、ディスク電源、4回 DC ディスクコントローラを備えていた。Z2D は組み立て式とキット式があった。Z2D はシステム2とも呼ばれていた。最大 22MB のストレージを提供する、 オプションの HDD ハードディスクドライブを搭載したク、クロマムコ Z2D コンピュータクロマムコ Z-2H コンピュータは、Z2D をベースに、さらに 11MB の内蔵ハードディスクを搭載していた。Z-2 と、Z2D には21個の S-100 スロットがあったのに対し、Z-2H では内蔵ハードディスクのサイズのために12個の拡張スロットに、 制限されていた。Z-2H は発売から半年間で1000台以上が販売された。11MB のハードディスクは Z2D コンピュータと組み合わせて使用できる HDD としても提供された。HDD には1台または2台のハードディスクが付属しており、最大 22MB のストレージを搭載することができた。シカゴマーカンタイル取引所は CME トレーディングフロアのバックボーンとして、クロマムコ Z-2 マイクロコンピュータを選択し、合計60台の Z-2 システムを採用した。10年間、CME のすべての取引はこれらのクロメンコシステムで処理された。1992年、クロメンコシステムは IBM PS にコンピュータに置き換えられた。リムーバブルハードディスクを備えたクロマムコ z に。 システムはアメリカ空軍によって世界中に配備された。Z-2 コンピュータはデータ収集や解析用途に適していた。一つの例は実際の運転中のサンフランシスコ米エリア高速鉄道システムでブレーキ時における列車の減速度のプロファイリングである。クロマムコ Z2D コンピュータはデータ収集と解析の両方に使用され、 様々な軌道条件と列車の積載量の下でのブレーキプロファイルの正確なモデルを開発した。1979年、アメリカ海軍は戦闘式センターのイージス戦闘システム用の音声出力を生成するためにクロマムコ Z-2 コンピュータを使用した。米国空軍は、海 -15、海 -16、海 -111 航空機の ミッションサポートシステムとして、1985年から1996年まで600台のクロメンコシステムを配備した。この間、第一次湾岸戦争中の任務を含め、これらの航空機のすべての戦闘任務の計画に、クロメンコシステムが使用された。これらのシステムは、クロマムコ Z-2 コンピュータをベースにしていたが、 モトローラ6 8 0 2 3 2ビットプロセッサを使用し、すべての飛行計画情報を物理的に保護することができる空軍のニーズを満たすためにカスタムのリムーバブルハードドライブを備えていた。クロメンコはこの技術で特許を取得した。ありがとうございます。